はい、新お嬢がありました。こんにちは、新です。今日のはですね、自分の誕生日の日、ね、親から5000円をもらって買ってきたものと、今日、ちょっとガチャガチャをやってきたんで、その紹介をさせます。まずガチャガチャ。で、今日ワンピースの、ガチャガチャをやってました。で、僕はワンピースが好きで、こちらの、サンジというキャラクターができました。サンジというキャラクターですね、料理がうまいんで、すごいね、もう1回でもいいですから、サンジの料理を食べてみたいなと思いましてですね、もうトリコの方も食べてみたいですね。で、そういう話はまあいいですけども、はい、すごく、ワンピースは好きです。で、次に買ってきたものの紹介ですね。じゃじゃん、まずは、僕の私の塊魂。これプレイしたんですけど、すごい面白いです。はい。街とか巻き込まれたりね。人間を巻き込んだりとか、すごいね、面白いです。皆さんもぜひ買ってみてください。で、次、でね、初音ミクです。はい、僕も初音ミクのゲームは初めて買ったんで、でもやったんですけど、自分のその知ってる曲とかが出てきて、でとても面白かったです。はい、これね、ミクファンにはたまりません。僕はミクファンなんで、なんでね、こちらの方も皆さん買ってみてください。でもビーターが新しい方なんでね、ビーターを買った方がいいですよ。はい、ということで、今日はつまらない動画ですが、こんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。